はい、皆さんこんばんは。1月29日月曜日、第379回しゃべくりマッスルの時間がやってまいりました。今日のマッスルはですね、太陽さんが出てもあんまり出なくてですね、ちょっとやっぱり寒いなっていう形です。やはり太陽さん、やっぱりあれですね、重要ですね。そんなマッスルでございます。今日は、ちょっと仲間がですね2人ほど欠席はしてますけれども、まあ、5人でちょっとこれから生放送という形になります。よろしくお願いします。さて、今日のゲストをご紹介いたしますけれども、松代町殿町にあります真田宝物館の文化財ボランティアの会でですね、英語ボランティアリーダーをやってらっしゃいます、半田武雄さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて、じゃあ、ですね、文化財ボランティアの会の事務所っていうのもね、ちょっと見ていただいて、はい、ここが宝物館ですね。宝物館ですね、はい、でここが真田公園、そうですね、はい、そこの関東にあります、ちょうど公民館の、ね、そうですね、道路の向かい側に 赤澤さんの家がありまして、そこの離れを借りて事務所にしてますね、はい、事務所にしてますね、はい、はい、まあここが真っ白、真っ白城ですね、はい、そういう形になります。さてさてですね、文化財ボランティアの会はその英語の関係ですね、はい、何人ぐらいいらっしゃるですか。今のところは6名ですね。6名でね、男女比は嬉しいのか悲しいのか分かりませんけど、はい、男性は私一人で、あとは皆さん美しい女性。ああ、なるほどね、はい、ちなみに年齢はどうなんでしょう。一番若い人は50代半ばで、はいはい、一番上は私ですね。ああ、そうですか、はいはい。ちなみに年齢は何歳。嬉しいことに70歳になりました。70歳、この1月に70になりました。70になった、はい、なんか嬉しいことありました。ね、市役所からですね、高齢者用の健康保険証書を来まして、わあ、俺高齢者だって改めて思いましたね。そうですか、まだまだ若いと思ったんですけどね。そうですね、まあ、皆さんそう思いますからね。しょうがない。分かりました。あとですね、これ、英語のボランティアに参加したっていうのは何年になりますですかね。3年ですね、丸3年になります。あ、まあ、そんなくらいでね、今まではあれですかね、そういうその英語のボランティアのあれってやってらっしゃるんですか。いや、全然やったことなくてです。そうです、仕事で、若い頃2年間アメリカのキリスト教の教会にずっと入って、いまして、はい、その後アメリカ資本の会社で、まあ、東京に事務所がありましたけど、はいはい、そこにずっと勤めていて、うん、ガイドっていうのはやったことないんですけど、ね、マーケティングが中心だったんですけれどもね、はい、なるほどね。やるきっかけってどうしたですか。英語ガイドですか、うん、ですね、ボランティアの会の、日帰り研修がありまして、はいはいはい、たまたまそのバスに乗った時に、うん、英語のガイドする人を集めてんだけれども、英語いませんか、英語やらないっていうか、あ、英語なら得意だから別にいいですよってことで始まったんですけどね。結構皆さんこれ今6人とか7人いらっしゃるじゃないですか、その人たちってなんか英語の関係してる人たちがいるんですか。ほとんどね、やっぱり英語の塾をずっとやっていたとか、今もう教えているとか、まあ、中学校入って英語の習い始めたけどずっと60過ぎるまで英語の勉強やってたとか、何らかの形で長く英語に関わってる人が多いですね。なるほどね。やっぱりあれかね、そういうふうにやってないと難しいかね。やっぱりですね、やっぱり言語っていうか言葉っていうのは日常的に使いますんで、はい、ずっと使い続けていけないと特に外国語って身につかないですね。なるほど、一朝一夕で難しいですね。じゃあ結局皆さんはじゃああれか、一石二鳥みたいな感じかな。そうですね、自分で思って言えば勉強にもなるってことで、実際の外人さんと話をするっていうことですね。で、通じなかったらまた勉強して通じるようにあれしなきゃいけないですね。そうですね、でもあれですかね、皆さんこうやって集まってこうやった時に、やっぱりこういう今回はこういうふうにあれ失敗しちゃったけどこうだったよとか、こういう喋り方すればいいよっていうような話もされるの。それは絶えずやってますね。あ、やってる。で、1週間に1回、毎週木曜日の1時半から集まって、主に宝物館でやるんですけれども、場合によっては真田で行ったりしますけれども、はいはいはい、いろいろ今までの失敗や成功やら、あるいはその文章で展示が変わったりすると特にこういう文章を考えたんだけど、互いに見せ合って、いや、ここがいいとか悪いとか、あら、前回こういう人をガイドしたけどこういう形でよく理解してもらえなかったとか、そういうふうな情報交換しょっちゅうやってますね。あ、なるほどね、
まあだけどお互いにあれですか、こうじゃあこういった時はどういうふうに喋るのとかってそういうあのアドバイスみたいなのをやったりすると、うん、そうですね、それはしょっちゅうやってますね。あ、そうですか。だからそこで例えば松代藩っていう場合は、うん、あ、私たちはドメインというかフィーフというか使うんですけれども、うん、あの一部ではクラーンっていう豪族を指す一般的に、ね、うん、その一族っていうかを指すクラーンって言葉を松代クラーンって言って松代藩として言ってるところもあるけれども、うん、あの長野市の出版物なんかそういうのもあるんですけどね、うん、ちょっとおかしいんじゃないってみんなで話し合ったりするんですけどね。でもそれある程度そういうあれでもってあの相手も納得はしてもらえるっていう形ですか。そうですね、うん、ただやるとですね、あの、横田家でやった時にあの小売奉行を横田家さんなさってるんですけれども、うん、その時あのカウンティーマジェスティって言った時にマジェスティっていう言葉が馴染まないみたいで、うん、何回か繰り返されて、知らないことだから、うん、新しい言葉みたいになっちゃう。そうですね、うん、でもそれはあのマジェスティ、どうしてかって言って、あの小売奉行のあの機能を3種ぐらいあるんだよと、それを説明して、うん、でも分かってくれましたけどもね。彼らはジャスティスっていうのかな、司令官っていうか司法関係の方が似合うんじゃないかと思ってるのがあるんですけどね。でもある程度こういうその、まあ、武家だとかね、侍だとか、漁師だとかね、いろんなのあるじゃないですか、それの使い分けっていうのはやっぱり勉強してやっぱりやるわけ。そうですね。で僕の場合はちょっと今と関連してちょっとずれるんですけども、宝物館で説明する場合は大体まず A4 の紙に大体10行ぐらいにざっくりと日本の歴史を書きまして、大体西暦250年くらいにプリミティブな天皇制が始まって、で1200年頃に、鎌倉将軍とって鎌倉幕府が起こって武家の世代になって、それまで天皇が主に天皇と公家が日本を支配したけれども、だって武家がだいぶ支配するようになって、それで1450年くらいからあの戦国時代に入って、1600年くらいになるとだいたいそこが収まって、あの徳川将軍と徳川幕府が確立して、うん、で明治維新になる直前の1868年まで武家が続いて、それから明治維新になるとまた天皇が復政が復活してくるんだよってことを概略で話して、でここで展示してあるのは1450年1560年、宝物館でね、それから江戸時代の終わりくらいのものだよって言って話を始めるんですよ、でないとねぐちゃぐちゃになると思うんですよ、あ、それでも納得しちゃいますかね、ある程度そういうと納得しちゃいます、そうこうだよって言うと、それは 何もこういうあのなんていうの、 あれを使わないで お話しする。いや僕は一枚の紙に書いて、それでこうだよって言って、あ、そういうことね、でここの間のことものが展示してあるというんですよね。あ、それなら分かるね、そうですね。だからおしゃべりだけだったらちょっと難しいね、こんがらかっちゃう、ね、ちょっと難しいでしょうね。やっぱりそういうこういうあの、パネル使ってこうやるっていうのは必要だね、やっぱりね、なるほどね。やっぱりそういうのいろいろ作るって必要、必要ありますね、ないぞね、はい。あとは外人さん向けっていうので、その自分がね、あのこういうふうにやればいいねっていう、その気配りみたいな、どういうふうな形でされてるの？まずですね、友達になることなんですよね。だから、今日どう日本にいつ頃来たのとか、どのくらい日本にいるのとか、長野に来てからどこどどこに行ったとか、そういうことを聞いて、であの俺は今何歳で、孫生まれて可愛いよねとか、そういう話から、要するにプライベートの話を聞いて、自分のこともちょっと言って、聞いて、そうすると向こうもうわーっとこう、近づいてくる、気持ちが近づいてくるんですね。それでから、いやここに展示してあるのはねっていうふうに入っていくんですね。僕のやり方はいつもそうなんですね。なるほどね。やっぱりそうだね、その初めて会う人だから、向こうも警戒する、こっちも警戒するって、そのタイミング的なあれ、顔色見なきゃやらなきゃいけないね、難しいね。そうですね、怒られるってことはないですか？え、怒られるってこと、いやそれはないですね。あの、いや国民性の違いっていろいろあるんだけれども、怒るっていうよりも、中近東から来たあれ50代の女性が一人で旅をしていた人がいるんだけれども、人の話あまり聞かないんですよ、自分のことばっぱくばっぱく。日本人でもそういう人いるじゃないですか、ね、そう、まあしょうがないね、それであまりね、喋らせる以外ないから。あ、なるほどね、まあ、いろんな方いると思いますけどね、あのなんていうの、夫婦で来られたり、お友達同士だとかね、男性だけ、あと女性だけとかっていうのが来られます、その都度やっぱり対応は多分違うと思うけど、どんなもんですかね、なんかあったら教えて。そう、特にあまり気にしたことないですね。あまりそういうあれはないですか、あの
可愛くて美人な人が男を2人の間に来た時はなるべく女性の方は見ないで男性の方見ないで、ね、男性に怒られるかもしれない、なるほど、ね、はい、これもちょっとご案内いただいたやつですね、はいはい、そうですね、まあ、ちょっと説明していただいていいですか。この人はアメリカから来ましてですね、はい、着付けをちょっとやってその通訳をしてあげて、僕は着付けやったわけじゃないんですけども、やっぱり金髪で目が青くて、綺麗な着物を着て、日本人もいいんだけど、ちょっと映えるね、映えますよね、このピンクのっていうかね、綺麗ですね、いいですね、いいですね。こちらなんですか。これはね、台湾から雑誌記者が来まして、雑誌に載けたいと、日本のあちこちを旅行することで、特に長野市の周辺を特集して雑誌に載けたいってんで、体験してたとこなんですよね、弓の体験ですね。これはまあ花さん、そうですね、ちょっとかっこいいじゃない、これは彼が撮ってくれたんですね、バークリーから来た、夫婦、老夫婦ですね。彼はシカゴ大で学位を取ってバークリーで MBA を取ったやつで、すげえ頭いいんですけど、僕撮ってくれて、それでこれはデンマークから夏休みに来ていた家族なんです。お父さん、お母さんが小さい、娘さんっていうかな、息子さんと息子さんですね、背が全部そうだね、圧倒的に大きいですから、なるほどね、これはスペインから来た夫婦ですね。なるほどね、やたらとベタベタしてます、ね、なるほどね。あとはこれ今文化財ボランティアの会で、ね、募集もしてるっていうんで、新規会員募集中なんておっしゃってます、ぜひ皆さん、どんなあれですかね、真田丸の放送前後は、もう非常にたくさん応募してもらったんだけれども、それが真田丸が終わっても2年ですので、さすがに熱が冷めたのか、あまり、残念ながら参加していただけるし、なるほど、応募していただけないんで、ぜひ。これ見ると、高校生から73歳まで。ね、73までですね、健康の高校生も土曜日日曜日ならいいだろう、できるでしょう。講座に毎回出席出る人、英会話のできる人も歓迎だと、ね、僕たちもそういうことを募集してます、ね、はい、あとはまあこれ文化財ボランティアの会の組織図みたいな感じで、どうでしょうか。ですね、はい、会長と副会長が2名いまして、今度もう一つで会計もこの三役として上の方に来なきゃいけないんだけど、これ、ね、会員の機関的な業務をする、業務をする理事さんが大体2名ずついるんですけど、場合によってこれ3名かな、教育研修ちょっと大変なんで、4名いるんですけどね、理事としては1つしか書いてないんですが、これ機関的な会の業務をする人と、で会の活動、A 班から D 班に分かれてて、A 班が白池でお茶を出して接待する人、で B 班が宝物館に対してガイドをする人、で C 班が私も代表しております史跡を調査していろいろまとめて、まあ今年は出版物出す予定なんですけど、それから D 班が真田邸の土蔵でコートを敷いたり観光客をもてなすというところで、これは会の機関的な中じゃなくて外で向けての業務をやってる、それの代表する理事が大体おりまして、なるほど、ね、全部で理事は15名ほど、15名でね、はいはい、比率はどうですか、男女比は。やっぱりね、女性が多いですね。女性が多いですか。6割以上女性じゃないのかな。バリバリですね、女性。男性やっぱり70くらいまで働きたいって方が多いですからね。そうだね、どうしてもそういうところです ね、はい、宝物館の展示行事っていう形で、まあこういうね、この3月までの行事いろいろ入ってますね、まあこういう形でまあ見ていただければいいな、ぜひ皆さんも来てください。そうですね、はい、この中の行事予定みたいなので、4月から3月まで、ね、入れ替え入れ替えで結構あるので、これはどうするですか、入れ替え入れ替え。その都度僕たちが集まって、一応写真は撮れないもんですから、メモして、それで自分たちなりに英語の説明の仕方を考えて文章にして、それを週毎週集まってますんで、そこでみんなでこれがいいんじゃない、あれがいいんじゃないと、メールでもやり取りしてまして、それでやっていきます。展示のたびに英語でどう言おうかって悩みますんでね、結構忙しいんですけどね、そういう面だけでも。まあこれやっててね、難しいっていうか、楽しいこととか苦労したことってどんなあれでしょうかね。
楽しいことはやっぱりガイドしていた外国の人と友達になって、うん、メールで写真とか、はい、あるいはお礼が来たりして、はい、それがすごい楽しいですね。なるほどね。まあ、苦労するっていうのは、苦労するっていうのは日本語の封建時代の言葉を、役職名なんかを英語でどう言ったら分かってもらえるか、その辺が苦労といえば苦労ですね。うん、なるほど。あんまり訳しすぎてっていうか楽にしすぎても分かんないし、ね、うん、 そうなんですね、その点が難しいよね。そうなんですよね。うん、であと今までガイドでやって一番印象に残ったことって何ですか？やっぱりね、あのありがとうってやるメールをもらって写真をもらったのが一番大きいですね。なるほどね、わ、かりました。まあ、あとこれからですね、今いろんな取り組み多分やっていこうと思ってはいるんですけども、何かありますですか？僕は主に体験型の、はい、サービスが多分外国の人がすごく喜ぶんですよね。だからそういう体験型のサービスの中で通訳という形で携わって、それ満足してもらって、あ、また、あ、この松代ってすごいいいとこだなってことを発信してもらえたらいいな。なるべく観光客、外国の人から多く来てもらいたいですからね。まあ、体験型といえばね、エコールドもやってるので、まあそういったところで連携できればまたいいですよね。はい、じゃあこれからも頑張ってやっていただければありがたいなというふうに思います。今日は本日はお忙しいのありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、お願いします。ヤミカさん、はい、素晴らしい英語、ねえ、うん、英語で喋っちゃうな、大したもんだな、ね、え、英語わかんない俺わかんないよ、うん、俺ずっとねフランスにさ、俺50年ばかりフランスにいたからねそうかいそうかいちょっと飲みすぎてやしな大丈夫かね、はい、いやいや、うん、すごいよね、うん、そうそう、英語でね、うん、素晴らしいですね、うん、いいね、これからは、これからはね、ちょっとそういうのやっていかなきゃいけない、うん、そうですね、まあ、私らはちょっと無理だね、うん、無理だね、うん、俺たちは無理です。そう、あとね、はい、憲法前島家住宅、はい、ね、ここでもってね、囲碁道場なんてのもやってる、2月5日からやる予定ですね。2月5日、3月5日とかね、9時30分から12時といろんなね、取り組み行事やってますんで、うん、もし時間あればですね、前島家に連絡していただいて、またある、うん、町歩きセンターもね、いろいろこういう何ですかね、うん、ご案内みたいなのが置いてありますので、うん、ぜひまたね、来ていただいて参加いただければね、いろんな勉強やってますよ、うん、はい、ね、なのでよろしくお願いいたします、はい、それともう一つ、はい、これもう第4回目なんだけどね、はい、町ゼミ、うん、はい、私らもね、うん、町歩きセンターではね、安蔵コアをね、うん、やる予定でいますけどね、うん、これ町ゼミでね、これもね、何件だったかな、40件、あ、じゃない、30何件かな、うんうん、やる予定です、街の中で。これはまあ商工会議所がね、うん、一応温度取ってやってくれてますんでね、ぜひまたお出かけいたします。街、ね、の中にね、今日かな、今日かね、うん、全校配布してるかな、うん、この街のパンフレッ レット、うん、その中でもってね、いろいろ募集かけてますので、うん、その都度お店へ行って予約していただけると、いろんな勉強ができますよ、そうですね、体験ができます、そうですね、はい、素晴らしい体験してくださいね、はい、はい、ということで、お酒の体験っていうのも何かあったような気がする。俺それすぐ俺行くわ、うん、大丈夫です、はい、はいはい、これ来週、来週です、ね、来週公民館の活動だって、あ、私です、うん、ね、うん、来週大丈夫ですね、大丈夫ですよ、はい、まあ、それは公民館の館長さん、そう、ね、塚田さんに来ていただいて、そうですね、うん、どういう話してるの、そうですね、内容的にはですね、うん、やっぱり公民館ですからですね、うんうん、地域の皆さんが出会ってですね、うん、そこでこの皆さんがつながるっていうことをね、うん、もう大前提にしてるそうなんですよ、うん、でそういう中でね、いろいろな講座ですね、うん、まあ、いろいろ解説したりですね、うんうん、そこで知識、それから技術ね、うんうん、高めていただくということで、うんうん、もう一個あるんですよね。なんで？同じほら趣味。あ、趣味ね。私だったらまあいろいろ笛吹いたりですよね、うん、ほら吹いたりする、うん。あ、そうか、いいね、いいね。ですよね、このそういうサークルの人たち、仲間もね、うん、そのいや、たくさんいらっしゃるんだけども、うんうん、そういうそのサークルの活動を後押しするというか、その
提供、場所を提供する、ああ場所の提供ね、公民館、そういう、うん、公民館だから、うん、そういうことを目的としているということでね、うんうん、そういうような、まあ、具体的にね、うん、来週はお話をいただきたい、どんなあれかっていうのはね、そうなんです、はいはい、了解でございます、楽しみにしております、はいはい、じゃあこれでもって3月になったらまた募集かかるから、うん、参加してもらえばいいねっていう、いろんな活動するあれがサークルがあるじゃないね、これは募集かかる、あ、そういうのはもう聞かなきゃダメよ、そうだね、うん、よろしくお願いします、ね、はい、わかりました、はいはい、じゃあ来週はそんな形で、はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、それでは来週のしゃべくりめさんをどうぞお楽しみに、はい、お楽しみに。